はい。皆さん、こんにちは。今回はですね、ルベーグス分とはの4回目ですね、エゴロフの定理の証明を行ってみたいなというふうに思います。このエゴロフの定理はですね、ルベーグス分の入門書であれば必ず載っているまあ重要な定理なんですけれども、またの名を外一応収束定理というふうに呼びますね。まあ、ほとんどのエリアで一応収束していると考えていいというのが、このエゴロフの定理ですね。まあ、具体的にじゃあどんなものか見ていきましょう。 えーまあ、x を速度空間だとしましょう、まあ、μ という、ね、速度が与えられていますとこちらの m というのは、ね加速えー、x 上の加速関数が作る集合だとしますこちらの引き体の m はですね、えー、μ によって面積が、えー、確定するようなだからまあ加速集合全体 x の加速集合の、えー、作る集合をこの引き体の m だとしますね でまあ、加速関数です。FN 加速関数ですね。加速関数が与えられていたときに、加速関数列ですね。N っていうのが、この自然数の番号が付けられているので、加速関数列が与えられていたときに、加速関数列の、えー、しかも極限関数、まあえー、収束するよという時の定理ですね。その時にで、えー、ここで重要なのはですね、もう一つ重要な仮定があってですね、えー、X、全体集合、 まあ定義域の全体集合 x の速度がですね無限大にはならないというこれが、えー、とても重要ですねこの仮定のもとで次のようなことが成り立ちます2のデルタに対してこのデルタは正、まあえー、の値で十分ちっちゃいと考えていいんですけどもある X デルタっていう X の部分集合が存在しますねとそれはどういうものかっていうとまあイメージを、えー、イメージ的に分かりやすく言うとですね X の面積からちょびっと引いて でも x デルタの面積の方が大きくなるような x デルタっていうのが存在してしかもこの x デルタ上では、えー、この関数列 fn というのは f x に一応収束しますよということでまあだからこれまあお,、ね、およそ一応収束すると考えていいという定義ですよね。ねおよそでいいのかなっていうふうに思われる方もいると思うんですけどもルベーグ積分のね大きな、えー、武器としてまあ このオーールモースエエブリフォーエアっていうのがありますよね。ほとんど至るところほとんど至るところ一緒だったら関数として同じだと考えてよろしいとほとんど至るところで収束するんだったらまあ収束すると考えて何らルベーグスリブにおいては問題起きないよというね大きな部分大きなあの性質を持ってるので、まあ、ほとんどのところで一応収束していればまあ、えー とということが言えれば、まあ、ルベーグすぎ分的には、OK、なわけですよねでこのエゴロフの定理を使うと、えー、どんなことが言えるのかっていうと、まあ、有名な、ね、ルーベーグの誘拐収束定理というものがありますでこれはですね、えー、関数列 Fn がですね定数ラジエに抑えられていったらばこの条件のもとで、えー、リミットとインテグラルを交換しても、えー、よろしいですよ OK ですよということですよね これからまあルベーグ積分の大きな利点ですよね。かたやリーマン積分を考えるとですね、えー、リミットとインテグラルをリーマン積分で変えるためあのひっくりあの交換しても統合が成り立つという条件はですね FN がね、えー、F に一応収束する場合と、えー、いうことがまあ一つの あの十分条件になってるんですけどもこれだと,ちょ,っとちょっと関数空間に、えー、おける、えー、理論を考えるときに、えー、条件が厳しすぎるということで、えー、だからまあルベーグ積分の方がねそういう関数空間の、えー、いろいろな性質を考えていくときに、えー、条件としてこういうことが成り立つ。 ルベーグの誘拐収束定理のようなもので交換条件、リミットとインディグラルが交換できるということが非常にありがたいというわけですね。それのまあだから証明の時に使われる定理ということでとても重要な定理になっています。さあまあちょっと一応収束というものについて簡単に言うとですね、まあ、関数加速関数列 Fn があった時に一応収束数はどういうことかというとイメージ的に伝えるとある番号 n があってですね、その large n より大きい2の えー自然数、えー、smalln に対しては、えー、このイプシロンの幅に加速関数列が全部入っちゃうっていうことですよね。では x によよらないんですよねで、えー、じゃあ一応収束ではない確点収束っていうのはどういうことかって言ったらば、えー、あるね、えー、自然数 n を定めてもあるものはイプシロンの中に入るけれどもあるものはある点においては、えー、ある x ゼロにおいてはまだ入ってこないとかね。 そういううん、この l a ラジエ n っていうものが、X、定義域である、X、に依存してしまうっていうのが、まあ、確定収束で一応収束ではないっていうことですね。だから一般にその関数列があって関数列が F に収束するっていう時には、まあ、確定収束というものを考えてそれの特別な場合として、えー、このようなね、えー、この青の枠のイプシロンの枠の中に入ってくる必ず入ってくる一応収束すると。 いう特別な収束関数列の収束があるというわけですよねでエゴロフの定理っていうのはもう一回繰り返すとまあおおよそ x の、うん、大部分で、えー、一応この加速関数列は一応収束していると考えていいよねという定理ですじゃあもう早速、えー、定理の証明に入っていきますあでですですえーっと実はですねえー、っとですね定理はですね定理の証明に必要な知識っていうのはまあ集合 の演算と、まあ、速度出てくるんですけども、まあ、大した速度,の、えー、速度に関する、えー、前提知識というのはまあほぼいらないので、まあ、ほぼ集合演算に関するものですねちょっとめんどくさくはあるんですけどもそんな難しい証明にはならないし前提知識もそんなにいりませんとさあまず2番の方をですね、えー、を証明を考えていきますね2番目どういうことかって言ったら加速関数列は x デルタ上で 一応収束するよとということですよ、ね、じゃあどういうふうに証明するのか、まあ、xΔ っていうものをまず作らなくちゃいけないんですけどもそれの準備をいろいろとしていくわけですよね。えー、e の mn というね集合を考えます。ここがちょっとややこしいところなんですけども、まあ、よく見ていただければ別に問題ないですね。この m はですね自然数ですね。 まあ自然数で今この場合ちょっと m をねフィックスして考えるといいかもしれないですね。まあちょっと m をフィックスしましょう。そしたら fx-fix の絶対値が m 分の1になるような l a r x の部分集合を考えてしかもこれはですね n より大きい i に対してこのような条件を満たすようなものを考えて。 でそれのインンターセクションを取るということですよね、まあ、これもだから今 N はフィックス M も N を、えー、フィックスしてると考えるといいかもしれませんねでこれなんですけれども、えー、FY っていうのは、えー、加速関数ですよね加速関数のことをメジャーラブルファンクションっていうのでもう加速関数って漢字で書くの大変なんでメジ,メジャーラブのこの4文字だけ書いてメジャーラブルファンクションとファンクション えー、加速関数列の極限関数もメジャラブルファンクションになるんで、えー、これも青で線引いておくときますねで加速,関数加速関数メジャラブルファンクションの同士の差集合もメジャラブルファンクションになるわけですよねで、えー、それの、えー、絶対値の m 分の1以下であるような集合を考えましょうっていうことはだからまあこの F を使った引き戻し回収後の引き戻しを考えるわけですけどもこれは、えー、この全体の集合は、えー、メジャーラブルセットになるわけですね加速集合 X における加速集合になるわけですね。でそれの、えー 加算無限個のインターセクションも、えー、メジャラブルセットになる加速集合になるということでこの E, e の MN というものは加速集合になるということがこれでわかりますで今 N を固定したんですけど N を、えー、1えっ、ー、と M はスモ、えール M の方はフィックスですねで N の方を12345っていうふうに、えー、考えていくと EM1 EM2EM3 っていうのを考えていくと、まあ、一つ一つこのインターセクションの部分を外していくわけだからインターセクションを1個取ればそれだけ集合が広がっていくわけですねだから E1ME2ME3M、e e、という集合の方眼関係はこうなってるわけですねでこれで集合列方眼関係がこうなっている集合列が作れてましたでこれ集合列の極限 集合っていうのを考えることができて、これも以前ねやったので集合列の極限っていうもね、えー、動画を上げてますので、えー、実はこういう集合列にも極限を考えることができますねとこれはまあ上極限集合下極限集合というものを考えて集合列の極限というものを定義するわけですねまあその動画もちょっと概要欄もし、ね、気になる方は概要欄に貼っておきますので見ていただけたらと思いますけれどもその時にえー 極限関数はこれらの和集合を取ったものとして、えー、極限関数が定義できるわけですね。で実はこれちょっとよく見てほしいんですけれども、えーまあ、極限この、えー、と n の方12345だんだん大きくしていくとそうするとだん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 集合として広がっていく。で fix っていうものは fx に収束してるんだからまあこの n が大きいところでは、まあ、もうほぼ x。 全体集合 X とこちらの、ね、全体集合 X とまあ重なるですねだから極限を取った時に実はこれは全体集合 X と、えー、イコールになるんですね、まあ、このことはまあえと容易に、えー、証明することができるので、まあ、ちょっとここ今回はね省略させていただきますだからまあこのこれらの集合列はこれらの集合列の、えー、極限は全体集合に一致しますよ だからまあこういうような関係になるわけですね。で、この時にですね、まあ、速度を考えてあげましょう。えー、だから、emn の速度を考えた時にですね、この、えー、速度っていうのはこれ実数値を与えてる、正の実数値を与えてるわけだから、当然これ、えー、この極限を考えた時に、large、えー、x のまあ面積、まあ、速度、 にえー、この極限が一致するわけです、ね、でこれ仮定、えー、からこれプラス無限大にはならないと何かの有限値に確定するよということでまあ、えーえー、このこのことから、えー、これが言えるっていうのはまあ別に、うん、飛躍した考え方ではないですね。でこちらを見ていただくとですねこれはもうまさしく速度っていうのは実数値ですね。だから実数、えー、実実数数数列が、えー、ある実数 に収束すするるとということを言ってるわけですねだからこれをですねこれはですね、イプシロンいわゆるイプシロンデルタ論法というものを使ってこのことを書き換えることができるわけですね。ただちょっと今回はですね、またイプシロンどっか別のところで使うのでちょっとデルタを使わせてください。で、デルタを取ります。これをですね、えーまあ、イプシロンイプシロン N 論法なら,ならぬデルタ N 論法の言葉で書いてみたいなというふうに思います。 でまあ、デルタ2に取,ります、まあ、2に取るといってもですね実はもう,もう一工夫してこの2位に取ったデルタに2の m 乗で割ってあげた時に、えー、それに対する large n というものが、えー、自然数が何か対応して、えー、n より大きな smalln に対してですね、えー X の面積、x、の速度から、えー、e の mn がえっ、ー、とですねもうちょっとごめんなさい入りきれなくなっちゃうので詰めて書くと μ の x マイナス μ の e の mn の えー、mn っていうのが2の m 乗分のデルタというふうに書くことができますね。これはですね何を言ったかって言ったらばこの今赤で書いたものをですねイプシロン N 論法ならぬデルタ t a n 論法で書き直しただけですね。上の主張この主張をデルタ t a n 論法で書き表しただけです。 で、今何やってるかっていうとですね、えー、一応収束すると X デルタ上で一応収束するということを今証明したいんですけどこの X デルタというものを証明しましょうとあそうですねあともう一つですねこちらの方をですね、えー、後に使う形でちょっと書き換えておこうかなと思いますね。x の面積から、えー e の e の m n という面積を引いたら、2の m 上分のデルタよりちっちゃくなったっていうのはですね、こういうふうにも書き換えることができるわけですね。x から e の m n を引いた面積っていうのが2の m 上分のデルタよりちっちゃくなったねと。まあこれは単なる置き換えですね。この青の部分を今このようなふうに後に使うような形で置き換えましたよ さあここでですね、えー、x デルタというものを定義します。さあどういうふうに定義するか。えー、先ほどこちらの e の mn という集合を定義したんですけれども、えー、その時に m をねフィックスして考えると考えやすいということでフィックスしたわけですよね m をね。でこのフィックスした m を今度は、えー、1から無限大までね、えー、考えましょうと。 でまあ、ここはだから今度はここの場合においては m はだから変数というか動く数になるわけですよね。で n なんですけどまあ n もいっぱい取れるんですけどその時にこの n というものを取るとどういう n かっていったらばここで決まっ定まった n というものを取ると。だからこの x デルタっていうのはデルタに依存してるわけですね関係してるわけですよね。 で、それぞれの m に対して今 m をフィックスしたんですけども当然 m がいかなる場合でもこのような関係式成り立つわけなんでデルタを2位に取った時にこの largen っていうものも実は決まってる決まった数になるのでこの largen っていうものとセットにして emn という集合を考えてその m が1から無限大のインターセクションを考えましょうということですね。でとするとですね えー、仮定として与えられていた加速関数列っていうものは、えー、実は一応収束するんですよと一応収束するということが言えますよと。OnX デルタ上で今このように定義した X デルタにおいてですね、えー、実は加速,、えー、加速関数列仮定に 家庭にある加速関数列のっいうのは一応収束するということが実は言えるんですよね。で、それを今示していきたいなというふうに思います。で、じゃあ一応収束するんだから、何が言えたらいいかって言うとですね。まえ、一応収束。こういうことが言えれば、一応収束収束するということが言えるということを、ちょっとイプシロンデルタ論法の言葉で書き表しておきましょう。ここでまあイプシロンを使うので先ほどね。 えー、イプシロン n ロンボじゃなくてデルタ n ロンボという言葉を使いました。にのイプシロンに対してある番号まあ n がいっぱい出てきてんでまあ n 0としておきまのラージ n 0というものがあって、えー、ラージ n 0より大きな n に対して、えー、f x マイナス f n x っていうものがまあイプシロンで押さえられて、えー この n0 っていうのは x デルタの、えー、現である smallx によらずにこの番号 n0 っていうのが定まるよっていうことが言えれば OK と。ということですよね。で、えー、それがまあ言えるということをし示していきましょう。でですねまずある m0 というね えー、整数が存在しますねと。それはどういうことかって言ったらば M0 自然数なんですけども十分大きく取れば M0 分の1っていうのがまあイプシロンにねイプ、えー、シロンよりちっちゃくするような自然数っていうのが取れますよね。そしたらばこの M0 に対して、えー、E の M0 でそれに対して N も決まるんでまあ m0 を決めた時にこの x デルタの em と n がセットで決まるわけですねまあそれをちょっとまあ n' というふうにね置いてみましょう書きましょうかでこれ何かって言ったらばこれですよねこれですねこれの m0n' 版なんでこれをもう一回書いてみればいいわけですねここの状態をもう一回書いてみればいいわけですね n' より大きな i に対して、えー fx-fix っていうのが m0 分の、ちょっと待ってくださいね。m0 分の1というふうになっているということですね。で、これまあ見てわかるようにですね、えっと、この集合だけ見ると、 この集合の2の弦っていうのは n' より大きいすべての i に対して m0 分の1よりちっちゃくなっているような l a r x の集合 x ということですよね。で、この xΔ の弦を2に取りましょう。この xΔ の弦っていうのは e の mn のインターセクションを取ってるわけだから当然その、えー このインターセクションを構成している集合の1つである、えー、E の M0N' というものも、えー、の中に small x, x はこのインターセクションの弦、えー、x0 っての、ね、インターセクションの弦なんだから当然この small x も、えー、E の M0N' の弦であるということがわかるわけですよね。とするとですね 2のイプシロンを取ってきたときに、えー、n ゼロっていうものをですね、こちらのね n ダッシュとして考えれば、このまあ n ダッシュより大きな、えー、2のスモール n に対して、えー、f(x) マイナス f(nx) っていうものが、えー、m 分の1よりちっちゃいということは結局イプシロン よりちっちゃいということになって結局はい一応収束しているということが言えました。x 上ですね。ああごめんなさい。x デルタ上で、えー、この関数列というものが一応収束しているということが、えー、このように言、ねえー、うことができましたと。 いうことで、まず、カッ2番の方の加速関数列っていうものが X デルタ上で一応収束するよ。この X デルタっていうのは、まあちょっとやや複雑ではあるんですけれども、ちょっとわかりづらくはあるんですけども、こういうふうに定義すると、一応収束性は言うことができましたと。で、次ですね。最後。 えー、じゃあ今定義した、えー、x デルタというものがですね、えー、次のようなこのような不等式を満たすことが言えるかつまり全体集合からちょびっとだけ引いても、えー、x デルタっていうのが、えー、大きくなるようにできるかなということを最後証明しておきたいなと思います。で使うのはここに わかりやすいいように書いておきました。E の mn の極限っていうものが largex ですねと。x デタは何だったかって言ったらば、ン、まあ、n 論法というか、まあえー、とデルデルタ n 論法で作った E の mn の、まあ、m は1から無限大のインターセクションと。で、えー、実は x から E の mn を引いた左集合というのは2の m 乗分のデルタというね。 条件を満たすように作ることができますよということを先ほど言いましたので、まあ、これらを使うわけですよねここですよねここでここ,に使ってここに出てきたものですよねはいじゃあ早速証明してみましょう証明する不等式の形は、えー、とこのようなものになっています、えー、2のデルタを取った えー、X デルタの、えー、速度っていうものは、えー、X の速度からこのデルタを引いたものより大きくなってる、まあ、これをだからちょっと入れ替えるとですねこのようなことが、えー、言えればデルタで抑えられてれば X の、えー、速度から X デルタの速度を引いたらデルタで抑えられてるよって言えたら証明完了ですねよしじゃあここの証明を パッとやってしまいましょうだからこれ,をこれを言いたいと。で、U、μ っていうのはまあ結局これは x から xΔ を引いたもの差集合ねの面積まあ面積というか速度の方がいいですかね速度とこれはまあイコールになるわけですよねでこれは結局 xΔ は何だったかって言ったらこれですよね。 m は1から無限大の e の n の m と。でここでまあド・モルガンの法則を使うと。でド・モルガンの法則を使うとどうなるかっていったらば、えー、ここがインターセクションがユニオンになってこっちの方が、えー、左集合、えー、と コンプリメントになるっていうことですね。こうなるわけですよね。で速度の性質をここで使いますね。で、えー、このようにえっ、ー、と無加算無限界のユニオンの速度よりも、えー、それぞれバラした方のバラして足した方の、えー、速度の方が大きくなるっていうのはまあ、えー、このような性質が成り立つと。 でここの条件 x−e の mn という集合の速度っていうのは2の m 乗分のデルタで抑えられてたんで、えー、結局 m は1から無限大の2の m 乗分のデルタっていうことで結局これはまあデルタですねということになって。 えー、こちらの不等式も言うことができました。ということで、えー、エゴロフの定理の証明をすることができました。はいこちらですね。はい聞いていただきましてありがとうございました。